ここは徳島県徳島市。夜の帳が降りる頃、古くから大人の社交場として知られた富田町の一角にそのお店はあります。テキーラ&タコス、カリートーズ BB メックス。赤い通路を過ぎると、マスター、今夜のおすすめテキーラは？こんばんは、カールさんのプレミアムテキーラチャンネルの時間です。今回は25回目の配信、ナビゲーターのカールです。徳島市富田町にあるテックスメックス料理とプレミアムテキーラのお店、カリートズ BB メックスのオーナーです。前回ご紹介したムチャリガブラーボブランコ、お試しになりましたか？極めて少ない回数しかブルーアガベを育てていない、栄養バランスの良い肥沃な土地で6年から10年かけて育てて収穫したブルーアガベを、昔ながらのかまど方式でゆっくりと蒸し上げ、銅製の単一蒸留機で2回蒸留して作られています。インテリアのアクセントにもいい感じですね。さて、今回もプレミアムテキーラの世界を皆さんに分かりやすく少しずつ紹介していきたいと思います。テキーラにまつわるプチ情報、思い込みや誤解を解きながら、毎回おすすめの一本と、そのプレミアムテキーラに合った自宅でできる簡単な飲み方を公開します。また当店にお越しの際は、お気軽におすすめでと言っていただければ、普段のお酒の飲み方、好きなお酒のタイプをお聞きして、プレミアムテキーラの世界へ入りやすいものをいろんな形で紹介いたします。当店では入れ替えを行いながら、常時90本ほどのプレミアムテキーラをご用意しております。毎月新しいテキーラを入れておりますので、違った味をお試しいただけます。さて、19回から始まりましたテキーラのできるまでのお話ですが、前回は蒸留プロセスについてお話ししました。規定上2回以上蒸留しなければならないこと、単一蒸留機、連続式蒸留機、銅製、スチール製、蒸留時間、濃度等、それぞれの蒸留所で狙ったテイストを出すためにいろいろ組み合わせていること、3回以上蒸留しているところもあることなども分かりました。同じ蒸留所でも製品によって蒸留所を使い分け、蒸留機の使用順も工夫しています。蒸留工程も非常に奥が深いですね。今回はエイジング、熟成のプロセスとボトリングのプロセスについて見ていこうと思います。テキーラの熟成について簡単におさらいしておきますと、0日の熟成なしから60日までの間、樽で寝かしたものをブランコ、シルバー、プラターなどと言います。60日以上12ヶ月未満の間で熟成したものをレプサド、12ヶ月以上3年未満で樽熟成したものをアネホ、3年以上の樽熟成はエクストラアネホと言います。熟成期間中の樽は CRT テキーラ規制委員会によって不正が行われないように封印されます。アネホは600リッター以下の樽で熟成が条件など、細かな規定が存在します。落ち着かせるためや保管のためにステンレスタンクを使用する場合を熟成とは言いません。もちろんガラスボトルに充填されてからも熟成は進みません。余談ですが、最近は簡単に安価にホワイトオークの小さな樽だったり、熟成を進めるような木の素材を手に入れることができるので、自宅で熟成とはみたいな実験ができるようになりました。ただあくまで自己責任でご自身で楽しむというのが大前提だったと思いますが、私もチャンスがあれば個人的に試してみようと思います。それでは熟成の条件、熟成中に起こることなどを見ていこうと思います。熟成にはアメリカンホワイトオーク、フレンチホワイトオークなどのオーク樽の使用が条件で、主に中古樽が多くの蒸留所で使われています。ジャック・ダニエルの中古樽の使用はよく知られた話です。その他、アメリカンウイスキーブランドの中古樽、ワイン樽、シェリー樽など新樽を購入して熟成に使用する蒸留所もあります。アハトロディーバはワイン樽を使用していることで有名です。パトロンシェリーカスカネホは限定品ですが、シェリー樽を使用しています。また樽の内側を焦がして炭化させることをチャーと言いますが、チャーを行った樽を使用しているところもあります。樽熟成によりまろやかになり、
木の成分が溶け出すことで新たなテイストをテキーラに追加します。どの程度の期間樽熟成を行うかで当然テイストは大きく変化し、熟成に使う樽の状態もフレーバーに大きく影響します。樽が新しければウッド感が強く出ます。古ければその影響は少なく樽感の少ないテイストになります。またシャワーを行ったテキーラはバニラ感がよく出て液色も濃くなります。このシャワーの度合いも様々なので一言で熟成といっても結果は多種多様です。デブサドの場合はタンクのサイズに特に規定がないため2万リットルと大きな樽から小さな樽までこれも蒸留所によって変わります。大きな樽だとテキーラの樽からの影響は少なく小さければ大きくなります。もちろん2ヶ月から1年以内という期間の幅も大きく影響します。アネホは600リッター以下で樽の熟成を行うという規定があります。600リッター以下でも樽のサイズ、フル樽、中古樽、新樽、熟成期間等でその色合い、熟成度合いが変わります。一般に天使の分け前と言われる熟成の蒸発量は3年で 20% 以上と言われています。天使もテキーラが好きなようです。レプサルでも一般的なアネホのように色の濃いもの、アネホでも規定ギリギリの短期熟成のレプサルと見間違うような色合いのものもあります。熟成期間が終わると一般的には同程度の熟成期間の樽のものをブレンドし、そのブランドのレプサドアネホのテイストに仕上げます。限定品でシングルバレル、シングルカスクのような呼び方で売られているものは読んで字の通り同じ樽のものをブレンドなしで瓶詰めしたものです。それはかなり希少な一本だと言えます。ここまで見てくると一本たりとも同じ味のものはなく、百数十の蒸留所から1500種のテキーラが市場に出ていることも納得できます。そして全て特徴があり、惜しいところがテキーラの素晴らしいところです。次のボトリング工程ですが、長くなったので次回に紹介したいと思います。それではプレミアムテキーラの紹介に移りたいと思います。今回紹介するのはテキーラオチョシングルエステートアネホです。テキーラの蒸留に使われてきたフルダルを使用し、タルの影響を抑え、テキーラ本来のテイストをそのまま熟成させています。このテキーラは他のテキーラとは一線を画すもので、テロワールとヴィンテージの考え方を持ち込み、アガベの産地と製造年をボトルに表示しています。粘土と農地が違えば、土の質、農地の高度、日照時間、温度、風など自然環境の要素も違い、テイストが違うのは当たり前という考え方のもとで、農地ごとのブルーアガベの特徴を最大限に引き出す方法で製造されています。自然の中でゆっくりと時間をかけアガベの味と香りを最大限に引き出しています。例えば今回紹介しているこのアネホはラティーラという農地で採れたブルーアガベを使用し2015年に製造されたものです。いろんな農地の情報はテキーラオチョのホームページに載っています。蒸留時も製品と同じ度数の 40% になるよう低めの蒸留を行い、アルコール濃度調整のための水を足さないため蒸留時後の本来のテイストを味わえます。このテキーラの蒸留所はラ・アルテーニャ、テキーラ界のレジェンドカマレナファミリーのカルロス・カマレナ氏が3代目のマスターテキーラを務める蒸留所で作られています。カマレナ家はテキーラ作りを追った映画アガベ・ザ・スピリット・オブ・ザ・ネーションにも出演した名門です。その名門のカルロス・カマレナ氏が世界に2人しかいないテキーラアンバサダートーマス・エッセス氏に声をかけ、エッセス氏と共に作り上げたブランドです。テキーラオチョ、オチョとは数字の8ですが、これにはいろんな偶然が重なってこの名前になりました。例えば2人で別々に試飲し8番目のサンプルが一番良いと一致したこと、農地によって異なりますが大体8年もののブルーアガベを使用していること、8キログラムのブルーアガベで1リッターのテキーラができること、収穫後運び込まれてからブランコのテキーラが出来上がるまで8日であること、カルロス・カマレナ氏が8人兄弟であること、蒸留所立ち上げから80年代であったこと、レポサドが8週間と8日熟成されることなどです。こ
このプレミアムテキーラはストレートでゆっくり味わってください。それではいただきます。今夜はとっておきの一杯を。サリュー。